はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週はデラックス玩具が特に発売ないので、そんなに買うものないかなと思いきや、結構おもちゃ屋さんに行ったら、あ、これ発売してたんだっていうのが多くっていろいろ買ってきました。で、まず、今週放送のブロリーはまだ見れてないんだけど、妖怪ウォッチの映画版は最新版ね、フォーエバーフレンズ見てきましたが、よかった。やっぱシャドウサイド関連僕好きだし、去年もめっちゃ面白かったんだけど、去年と同じぐらい面白くって、ちゃんとテレビ本編ともリンクしつつ、ストーリー的にも泣かせに来てたんですが、それにハマって泣きました。なんで、またそれはね、別で感想動画と、おもちゃ系は前回いろいろ発売してますので、その辺もレビューしていきたいと思います。そしてもうクライマックスのウルトラマンルーブなんだけど、僕ここ3話まだ溜まってて、ネタバレ言わないでね、なんかすごい盛り上がってるらしくて、それのアーツのロッソフレイムとブルアクアが発売しました。安くない？3800円だって。あとプレバン限定のデラックスクローズビルド缶も先ほど受け取りましたので、これもすぐレビューするとして、ガイムの 20th バージョン買っちゃった。なんでかっていうと、僕も要は 4,5 年かな、このガイムをずっと飾りっぱで、微妙に日が当たったりとかして、ちょっと日焼けしてたりとか、何度かね地震とかでこう倒れたりとかして、これは買い替えようと思って買いました。4500円。以前発売したものの再販版ですが、ガイムのアート自体当時からすごい人気で、なかなか入手困難だったので、この価格で今買えるんだったら全然いいですよね。以前のものプラスプレートが入ってると、それだけで、それ以外は変わってませんね。あとはこれも発売してた、ブッドバソウルの新しいホルダーバインダーか、1850円で1600円で、限定メダルが3種類つくそうです。アーマー系が、あ、すごいね、これ全アーマーが乗ってるわけだ。フィギュアライズスタンダードの漫画版ウルトラマン、来年アニメ化も決まって今盛り上がってるところではありますが、4500円が4000円で、フィギュアライズスタンダードはねちょこちょこ作ってて動画も出してますけど、でもこれ何気にすごいのが B タイプの新次郎くんスーツなんですよね。なので赤色が増えてて、この辺もすごい B タイプですから、八崎降臨とかもエフェクトついてますね。で、昨日から映画が始まったブロリーに関連してスカウターデラックスアイテム出ましたし、毎回レビューしてるから今回も買いました。なんか今回安くない？で、モビルドールサラ、これ予約開始時にめっちゃ高騰して、普通に買えるかなどうかなと思ったら、発売日の今日は余裕で買いました。超積んであった。2400円が1920円で、ちゃんとリアル版とモビルスーツ状態に差し替え可能なんですよね。これでもサンプル画像を見る感じ相当出来が良さそうだから、これも楽しみで、フィギュアライズメカニクスからハローが出た。これもものすごく凝ったものになってるんですよね。あの簡単なハローは以前レビューしましたけど、これは書き下ろしデザインを立体化してるんですよね、内部パーツ。やば。じゃあまたそれぞれ順次レビューするとして、あ、ウルトラマン X はね、僕撮影し終えてるので編集したらアップしたいと思います。やっぱ良かったっすよ。で、ガイム久々、あーいいね、安定してる。そう、これ付属品も多くってさ、大大丸も嘘セイバーもついてて、あ、僕のやつやっぱ結構日焼けしちゃってんだな、メタリック、こう思うと。でも基本的な成型色とかは全然変わりませんね。僕のやつもともと大大丸がクリアパーツくすんでたんだけど、それも今回ないね。めっちゃ綺麗。あ、めっちゃいいじゃん。で、今日は龍騎とかも発売だったかな。龍騎もね迷ったんだけど、まあ、とりあえずガイムだけでいいかと思ってガイム買いました。てかもう個別で動画出すまでもないやつ見ちゃおっか。はい、これがバインダーの新しいやつで、今回めちゃメタリックぶっ飛ばソールの、これツルツルで、なんかいつも以上にテカテカ。でもさ、各ライダーアーマー状態が全部乗ってるってやばくないですか、イラストで。表紙はディケイドアーマーがいて、ごついっすねやっぱ。で、ドライブ、エグゼイド、ウィザード、オーズ、ビルド、あ、でもゲイツ系も要は混ざってるわけですよね。本編基準って感じかな。後ろは、そうだね、本編基準の、まあ本編で登場してないやつもいるんだけど、おおよそ本編基準のジオとゲイツのアーマー状態って感じかな。クーがやっぱかっこいいな。で、これにはジオディケイドアーマーのシルバーフレーム、銀フレの5800がいますし、キック状態かっこいい。お、覚醒レア入ってんじゃん。ビルドのラビットタンクフォームの覚醒レア、さらに
バナーナー、これなんかあれなかったっけ、映画でカイトがバナナで滑るシーンなかったっけ。これはかなりいい限定アイテムだな。じゃあ勝見勇美も見よう。アーツのロストフレームで、これが初回限定版で、あ、これね、アーツ用のスタンドがついてるんだ。これだったら今買った方がいいし、プレ版で発売する用のウィンドとかもついてるわけだ。ウィンドとフレームで、そう、ウルトラマンアーツさ、もうクオリティやばいから、 X もすごかったけど、このさ筋肉質とか、あーいいね、この艶消しの赤色、やっぱロッソとフレームめちゃかっこいい。シルバーカラーが割とくすんでるんだね。でも本編でもこんな感じか。クリアパーツ使いとかいい感じだな。ちょっと、あ、でもなんか右目の下がちょっと傷ついてる。大丈夫かなこれ。ちょっと後でしっかり見よう。わ、でもとりあえずめっちゃいいし、初回限定でついてくるプレートが2種類。これが次、初回終わるとついてこないって感じなんですよね。で、ブルアクア。なのでこっちにはアクアプラスグランドがついてますね、プレート。青いところはしっかりメタリックになってて、本編通りって感じ。これはね、二人で一人のウルトラマンだから、やっぱ一緒に並べないといけないやつだから、二体購入が必須のウルトラマンですよね。ウルトラマンアーツクオリティすごすぎ。いろいろ今週も発売しましたので、まずはこの辺からかな、順次レビューしていきたいと思います。